Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder.はい、本日はですね、夫婦でキャンプに来たという動画を撮っていきたいなと思います。後ろにね、テントがあるんですけど、このテントを建てるだけで1時間ちょっとかけました。はぁはぁ言いながら一人でやってたんですけどもね。一人じゃないじゃん。お手伝いしていただいてありがとうございました。ようやく建ててね、こうやって気持ちよくルービーを飲むわけなんですけども、はい、夏これから暑くなりますよね、うん。そんな時どうするんですかって言ったら、ダラダラの汗かいたおっさんもええんやけども、うん、ちょっと近くにこんな扇風機も置いとこうかなと思うんやけども、うん、これじゃあちょっと涼しくならない。その時はじゃあどうするのか、うん、そう、こちらご提供いただきました。でその動画になってるんですけどね、これパッと見たら上品なヘッドホンなのかなと思うような質感なんですが、これを開けていくとですね、ズドン、防水、止水ジップ使ってる。しかもへえ、本当だ、湯たんぽみたい。湯たんぽではありませんね。カラメラとかついてるから、あ、へえ、そういうなんか荷物と一緒に、あ、へえ、もともと標準でついてる。そうそうそう、標準でこういう感じで洒落てるつけて、もうキャンプの時用とかアウトドア用で持っといて、中もちゃんとこういう留め具がついてるから。なんでそれ何？これはですね、はい、なんと首につける扇風機みたいなやつです。へー、これはですね、こうやってこっから冷気がふわーっと出てくるわけなんですけども、めちゃくちゃ使い方は簡単、うん、この電源ボタン、もう大体電源ボタンって相場このマークない。確かに、もうこれ誰が見ても分かるんやん、この現代人やったらな。ポチッと押したらもうこれで電源つきます、うん、C の1で出ます。これが、レベル1、レベル3まである、うん、レベル2になったらどんどん風が強い。はいはいはい、風の音入ってるかな、うん、レベルの3、うん、でこのように風が出てるんですが、どっから出てんのっていう話なんだけども、うん、実はここから出てるんですね、ここの隙間。あ、へえ、はいはい、ここからも出てる。あ、これつけると、うん、ちょうどこの上昇気流のようにね、冷たい風が顔に上がってくるね。だからのぼせたりとかしても、ここがファーって冷たくなってくるわけよ。よく言うやん、首元から涼しくしちゃなかんね、うんうん、それでちょっとこうやって倒れて、うん、ここで涼みながらこれでルービーすると熱中症対策になるし、うん、最高の合法の決まり方もできる。やばいやつやん。もう涼しくなってきたなと思ったりしたら、うん、また段階緩めてあげて、レベル3から止めるのは4回押したら止まる、うん、でまた1回目押したらレベル1になるから、うん、C の1になったら一番優しい風、うん、そういう風みたいな。らそうそうそう、もうそういう風はいいこと言うたら、うん、今とかやったら充電もどれぐらい持つんかなっていうのはね、うん、こう今 97% で出てるんやけども、うん、これも簡単に、うん、この USB タイプ A か B か C かちょっと忘れたんやけども、うん、これなんて言ったら、ね、C かな、間違ってたら下で出ると思うんですけども、はいはい、それでね、充電したら今何パーセントかここに出てくるから、うんうん、例えば 95%、96、97、98、100って入れたらもう抜いたらいいし、うん、これで充電するだけ。使ってみる？うん、使ってみる。初めてこんな。こっちさ、撮ってた時にさ、さっきレベル1って言ってたけどさ、全然音聞こえなかったの。離れてたら聞こえないね。電車でもいい。めっちゃ静かだね。まあ、バネもこんだけ伸びるから、うん、こんな首の人にも合うかなってこと、非常に素晴らしい仕事に提供されてありがとうございました。ありがとうございます。ではキャンプ戻りましょう。職人になったうちのお嫁さん、娘さん何してんの？なんかわからん、こうやつちょっとプロっぽいことしてんの？うん、あ、でもできてるやん。いい感じ。うん、はい、頑張って頑張っていい。できた。ありがとう。わしの仕事終わりだ。ムツゴロウになった気分よ。グラビアアイドルのお姉ちゃん撮ってる気分。お、ついた。上手。ではタウゾウクッキングということで、めちゃくちゃレアよ。平凡な一日とか初代のパスタ作りとか、ゴミ捨てしてはあのラインでしかやってないっていうか、あったね、めちゃくちゃレアなやつだけど、俺我が家では唯一僕が作るご飯は何ですか？カレーライス。カレーですよね。だから今日はカレーを作りたいなと思います。お米やっとかなくていい？お米やろう先。結局指示出しとるやないかい。ちょっと泡吹いてきた、教えて。またちょっと緩めるから。皮ついてる。あ、あれ持ってきたよ、ピーラー。ハムギーズ。うん、じゃあこれ後でしよう。はい。怖いわ。誰も見たくない料理姿。鍋用意した？まずは食材を用意しようよ。え、だから鍋をその中にぶっ込みな。ピーラーどこにあるんだろう。上手。そ
そうするとこんな誰でもできるやん。そんなんでは俺喜ばんぞ。適当な褒め言葉では。すごい上手。あ、何？うん。カレーですよね。うん。あのさ、あんまり火通らんかったらさ、硬いとかあるやん。そっか。頭いい。このままいくと人参だらけになっちゃうから。どうしようかな。上手。もうめんどくさかったら皮ごといいけどね。やめてくださいよ。別に大丈夫だよ。僕お腹壊しちゃうよ。そっか。目だけ取っといてください。わしは小学校 の, あの調理実習かい。え、そうだしょ。だしょだって。そんな目で見てたよ。家庭科の先生うるさいもん、そうやって。うん。いや、ところでおめでとうございます、今日。あ、 ありがとうございます。大型バイク、はい、いよいよ試測ということで。はい。合格しましたね。はい、なんとか。まさか大型バイク取ってるなんて思わんのじゃ、その背の低さで。いや、いるから。さあ、今日のお米はどうでしょう。オープン。うわー、なんてツヤツヤなんでしょう。ちょっと一回食べてみようか。うん、食べちょっと硬いかな。いいよいいよ。食べてみて。うん。過去最高にうまい。あ、うまっ。めちゃくちゃうまいやないかい。最高ですね。あ、カレーも。あ、見ます、ちょっと。卓造カレーも。おお。まだルー入れてない。もうカレー。うん、肉もね。いいですね。スキレットを忘れたアヒージョ。お仕上げに、ブロッコリーも入れる。これっすよね。はい。現在6時30分、ちょっと早めの晩ご飯ができました、はい、初めて僕のカレーをね、YouTube に出すげくみさん、こちら見てください。米とカレーが仕上がってます。まず米からいきましょう、はい、うわ、米は喜んだ。立ってるやろ。そして次これ、うわー、そのカレーうわ、めっちゃいい匂い。めちゃくちゃうまいよ、これは。うわ玉ねぎもひっついてるけど、これが味なんよ。そう、それが美味しいんだよ。マッシュルームもじゃがいももどう、これめっちゃいい匂いする。玉ねぎこっちにしよう。めっちゃいい匂いする。じゃあいただきます、はい、初の外カレー。なんかあの校外実習もいいぞ、小学校の。確かに、それ以外外で食べたことないもん。うまい。インド人も飛ぶぞこれ。マジどこ飛んでっちゃう。ブラジルが飛んじゃうから。ちゃんと全部中まで火通ってる、うん、ゆっくり浴びてじっくりやったやん。うんうんうん、最高やわ。よかったね。このまま2時間ぐらい回したいぐらい動画。よくわかんないけど最高にうまいぞ。下にした。いただきます。うまっ。めっちゃうまっ。とても賞味期限に切れたルートは感じさせないぐらい美味しい。肉2022年2月24日ということで、現在2022年の、何月、5月の19? 3ヶ月切れてるね。まあ大丈夫です。だけど美味しいやろ、うん、うん、うまっ。目玉焼きも
半熟大好きだからやばい。うん、うまっ。はい、ということでね、最後チェックアウトして帰りたいなと思いますが、最後はエンディングはビッグダディ風でお送りしたいなと思いますけども、ゆめとさん、はい、朝ごはん食べてましたね。はい、何食べたんですか？目玉焼きとパン2枚と、うん、ベーコンと、うん、食べてましたよね。うん、美味しかった。チーズとね、うん、僕ベーコン2枚だけで片付け頑張りました。だってあの人は私作るよって言ったら食べないって言ったじゃん。あ、そか。なんか私が作んなかったみたいな言い方やめてくれる？いや違う、燃費の悪さよ。もうこれで疲れたっていうの。私うん、うん。まあ、よかったよかった。今回はね、こちらの、ご提供の方で、動画を作らせていただいたんですけども、またね、キャンプとか行きたいなと思いますので、今日ちょっと肉持ってくるの忘れたんで、うんうん、カレーと、アヒージョっていうことになったんですけども、うんうん、また次回はね、肉持ってきたいなと思いますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで、とにかく臭いので早く家帰ってシャワー浴びたいということでね、終わりにしたいなと思いますので、本日は夫婦でキャンプやってみたという動画になってます。また別で終わりお会いしましょう。ありがとうございました。ペカーリー。